USJ。おはようございます。USJ です。今日も新しい朝がやってきました。必ずやってきますね、この朝っていうのはね。皆さんの朝の目覚めはいかがでしょうか。今日はですね。プレーンクリームチーズトースト。プレーンです。プレーンも僕大好きです。半分プレーンにして、半分はプレーンの上に、じゃじゃーん、蜂蜜をかけます。それでは、早速、いただきまーす。うまい。プレーン、うまいね、プレーン。クリームチーズって誰が考えたんだろうね。うまい。ノーベル賞ものだよね、これ。クリームチーズがこんなにうまいんだから、何に混ぜても美味しくなるはずだよね、これ。うん。美味しい。うまいわ。うますぎる、うますぎる。ああ、やべえな。もう一個あげようか。はい、どうぞ。残り半分、蜂蜜をかけます。こんな感じ、軽く一周です。これだけで美味しくなっちゃうんだよね。また違うんだよ、また違う美味しさ。一粒で二度美味しいなんてあったね。グリコのキャラメル一粒で二度美味しい、覚えてる人いるかな、このキャッチフレーズ。いただきます。うんめえ、うんめえ、うるさい。なんや、めっちゃかわいい。なんかわいいじゃないや。はちみつもうまい。うまい。うまいっす。うまい。
最後の最後の一口でさよ。分かってるよ、分かってんだよ、ちゃんと残してあるよ。待てよ、まだです。最後の最後の一口でーす。はい、もう一個あるぞ。はい、これもう一個あるぞ。はい、これこっちや、こっち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 、待て。はい、どうぞ。終わりです。ごちそうさまです。さあ、アイスコーヒー飲みます。さあ、うまい。早速今日も変態しまーす。変態。おはようございます。昨日はね、仕事が休みで一日中家にいました。外に出たのはナイヤの散歩、朝と夕方2回外に出ただけです。ああ、ゆっくりさせてもらった。僕はね、家でじっとしてるのも好きなんです。家でまったりも好きなので、ああ、充実しました昨日は。そして昨日コメントをチェックしてましたら、ナイヤチャンネルの方のコメントもチェックするのを忘れてまして、コメントが入ってたんです。コメントが入ってたんですね。ナイヤとね、マカハビーチに遊びに行ったんです、お散歩がてら。ナイヤを自由に遊ばせてあげて、午前中はねビーチ空いてるんだよね。朝の9時ぐらいまではね、人誰もいない。波があったらサーファーたちがいるけどね、でも波なかったらね、もうほとんどいないの。貸し切り状態。コメント読みたいと思います。メイプルメリアさん、いっぱいいっぱいコメントしてくれてて、そしてコメントの一番最後には返信不要と書いてあります。めっちゃウケた。いや、本人は別に受け狙いじゃなくて、気遣いが素敵な人なんだと思います。返信不要と書いてあります。ありがとうございます。お言葉に甘えまして、ハートマークをつけときますね。マカハビーチのねやつ。ナイヤちゃん、海怖がらないんですね。うちの愛犬は浜辺もダメです。いや、透き通った海ですね。綺麗な海と綺麗な砂浜をノーリードで走り回れる幸せさ、ナイヤちゃん最高の犬生です。犬生犬に投げたペットボトルを泳いで取りに行くナイヤちゃんがどんどん小さくなって最終的に見えなくなり、初めて見たので焦りました。ちゃんと帰ってきて安心しました。慣れっこなんですね。泳ぎが上手。あ、返信不要です。これにも返信不要と書いていただいてあります。ありがとうございます。あ、ナイヤちゃんね、泳ぎ上手です。ちっちゃい時はね、怖がってた。でも慣れちゃいましたね。通ってる間。僕はもう海好きなんで、もう、散歩させるんだったら、小さい時も海に連れてって、僕は海好きだからね、海見ながら犬も散歩できる、一石二鳥なので、僕はいつも海に連れてってたので、そのうちね慣れたんだよね。初めて自分から水に入ってた時は感動しました。梶佳代子さん、コメントありがとうございます。元気すぎですね。ほんと元気なんだよあいつな。きっと楽しくて楽しくて走り回ってるのね。本当貸し切り状態ですね。お天気もいいしね。やっぱりペットボトルで遊び出したね。可愛すぎて本当、ユージュエさんの癒しですね。本当に癒しですね。ナイヤちゃんね。ワンコ大先生ですね。もう、ナイヤ見てると元気づけてくれるしね。幸せくれるよね、犬ってね。小松原京子さん。コメントありがとうございます。 UJ さん、こんにちは。青い空、青い海、独り占め、綺麗ですね。私はこういう海で遊びたかったんです。ナイヤちゃんに
ナイアちゃんも駆けずり回って遊べて最高に幸せですね。UJ さんもペットボトル毎回も投げないとならないから大変ですね。私は嫌になっちゃいますよ。ナイアちゃんの目に砂が入って大丈夫か心配になっちゃいます。誰もいない砂浜を走るナイアちゃん、良いですね。海の水がきれいでびっくりします。あまりに遠くへナイアちゃん泳いで心配になりますが、UJ さんがいるので大丈夫です。ナイアちゃんのシャワーも最高。どうもありがとうございました。ありがとうございます。うん。ナイアの目はね、全然大丈夫でした。この間はね、ちょっとね、目やにが出てるなっていう時に海連れて行っちゃったの。そしたらね、もっと悪くなっちゃって、もうあの時は僕のミステイク、もう悪いことしたと思って。今はね、もう、すべて健康状態ですね。ペットボトル投げるのね、僕がやっぱりね、根気負けして、もういいだろうって言って僕からやめる時が多いです。ないや。ずっとやってても飽きない。一日中やってられるんじゃないかな、ないやは。僕が根気負けします。トントンさん、ないやちんのビーチ遊び可愛すぎる。テレビに映したら、チャトラの次郎ちゃんも来てナイアチンが走ってるのをずっと見てました。うちのニャンコたちのナイアチンのファンになりそうです。あ、ほんと。わかるのかな？動物。動物同士の何かで。あ、そうそう、トントンさん、おっきいテレビ買ったって言ってたもんね。はい。ケニー、J45 さん。いつもありがとうございます。ナイア、盛りだくさんの映像で癒されました。貸し切り状態のビーチも素晴らしい景色ですね。自分の近所にもこんなところがあったらいいなと思いました。いやー、本当に幸せですね。そしてね、ナイア、もう、ナイアのチャンネルなのでね、ナイアをもう盛りだくさんにもう、余すところなくナイアを入れたいなという、いつも、スクリーンの中にはナイアが入ってるというね、そういう映像にしたいなと思いまして、ナイアオンリーですね、この動画は。アケさん、こんなに綺麗なビーチパーク貸し切りにナイアちゃんと UJ さんの楽しくて幸せな時間、ナイアちゃんはビーチを駆け回り、ペットボトル遊び、そして海を泳いで良い運動になりましたね。ナイアちゃんの若返りのシャワー、お腹がポンポコリン可愛いです。この後、きっとお昼寝かな。うちのチャタジローでいいのかな？チャタジローは、ナイアちゃん大好きです。テレビの前で釘付けに、ああ、そう、やっぱり猫も動物同士でなんかスピリットがあるのかな。ナイアのお腹ね、猫のお腹はどうなのかな？ポンポコリン可愛いのかな？犬はお腹可愛いよね。そして、じゃれたい時に自分のお腹出してくるじゃん。こうやってお腹触ってくれーっつって。めっちゃ可愛いあの時ね。僕はね、今のところ犬派なんです。なんでか今のところ、なぜ今のところというと、猫は飼ったことないんですね。犬も僕、この子が生まれて初めてなのでね。なのでね、まあ飼ったら猫も、自分で飼い出したら猫も可愛いなって言うのかなと思うんだけど、今のところ犬派になっちゃってます。猫はね、なんか、僕のイメージです。なんか寄ってきて、犬のがいっぱい寄ってきてくれるようなイメージと、あと猫は静かに可愛く座ってるでしょう。こう近寄っていくと、にゃんやりそうな、僕、そういうイメージがあるので、ちょっと怖いイメージが猫に対してあるかな。まあまあ、食べず嫌いみたいな、まだまだ知ってないからかもしれないんだけど。なので、猫はまだね、普通に好きですぐらいかな。はい。はい、こうさん。なんやちゃん、ビーチ貸し切り、元気によく遊びましたね。気持ちよさそう。お口やお鼻、目の周りについた砂は大丈夫なのですか？砂を食べてしまったので、あとは心配しながら見てました。また、目やにが出ないと良いのですか？あ、ちゃんと覚えていてくれてありがとうございます。今回は目やに全然平気です。もう元気元気。砂もね、全部下から出ましたからね。吉津12さん、ありがとうございます。ナイア気持ち良さそうに遊んでいて、それを見ているだけでこちらまでリラックスした気分になります。動画の最後の方でナイアがお腹を洗ってもらっているところは可愛く撮れてますね。
ありがとうございます。 あれ可愛く撮れましたね。よかったよかった、うん、あの場面も使えたので、もうお父さんとしては満足です。僕も満足。中浜純子さん、なやちゃん可愛いしかっこいいし賢い。ブルーの空に駆け回るなやちゃんがすごくいい。もちろん澄んだ海を泳ぎまくるなやちゃん、 UGA さんのスーパーマンになやちゃんのスーパーワンコはすごいです。ありがとうございます。とことこさん、元気なナイヤずっと見てられます。仕事帰りの私には UGA さんのサンセットやナイヤは癒しです。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、ありがとうございます。マカハシリーズはこんな感じかな。ありがとうございました。ナイヤチャンネルもコメントしていただきましてありがとうございました。そして親父ハワイチャンネルの方ではサーフィンした動画あげました。曇りの日、雨が降ってきたね、途中で。曇りの日で、なので、映像は、青い海じゃないのでね、まあ、まあ、それなりのいいやつでしたけど、でも、コメント、みんなちゃんとしてくれてます。あけさん、天国の海サンドバーツアーに参加した時の空の様子がこの動画の空とそっくりだったのを思い出しました。こんな空の時もありますよね。サーフィンを楽しむことが一番大事ですよね。いつもと変わらないパドルさばきにノリノリの UGA さん、かっこいい。かっこいいよね、UGA さんね。やるよね、なかなか。ハワイにも曇りの日はあるし、雨の日はあるし、嵐の時もあるし、そういう時もありますね。ただこの時はね、天気は悪かったけど風がなかったのでね、僕はトライしました。楽しかったです。おかげで楽しかった。人がいなかったね。みんな天気悪いし海行くこともないのかなって思ってたのかもしれない。中浜純子さん、いつもありがとうございます。アロハ、かっこいい UGA さんに、やっぱり水を得た魚。ありがとうございます。かっこいいよね。かっこよく動画編集してるからね、僕はかっこよく、僕がかっこよく映るように僕が編集してますので、バッチリです。メイプルメディアさん、あ、バーベキュー、あ、これバーベキューのやつだ。あ、バーベキューの動画に、最高、次ハワイに行けたら UJ さんとナイヤちゃんとバーベキューしたいです。ねえ、バーベキューね。肉を持ってきていただけたら、僕はグリルを持ってきますからね。そしたらできるかもしれないね。いい考え。ごっつぁんですみたいな感じです。で、メープルメディアさん、サーフィンの動画にもやってくれた。UJ さんすごいです。わあ、私 UJ さんのことを USJ から知り、動画内でサーフィンをする話はしていましたが、UJ さんっておっとりした人なんだなってイメージから入ったので、キビキビキレキレで乗りこなしている姿にびっくりなのと、イメージと違いすぎて別人の動画を見てる錯覚になりました。かっこよかったです。かっこよかったです。ボードの先端にの空いてるスペースにちょこんと乗せてほしいです。ボードの先端にね、乗せるのは大変かな。ちょっとちっちゃい人だったら、ナイヤぐらいちっちゃい人だったら乗せられるかもしれないけど、あ、これにも返信不要と書いてあります。お言葉に甘えて、今、ハートマークだけをつけておきます。ちょん。ありがとうございます。そうなんです。僕、おっとりなんですよ。海に入ってる時も、他の周りの人と比べたらおっとりかな。ただ、サーフィン大好きなんでね。結構かっこいいでしょ。てこと、トントンさん、こんばんは、TT です。今日夜ご飯にチラシ寿司と花火団子を2個ずつ食べたぜ。え？チラシ寿司。チラシ寿司と花火団子を2個ずつ食べた。は？チラシ寿司も2個食べたの？花火団子も2個食べたの？すげえな。さすがに、さすがに胃にもたれた友人さんぐらいサーフィンしたらたくさん食べてもいいけど、運動なしの食べ過ぎは良くない。脂肪に変わるだけ。コロナ太りなのか酒なのか、もう分かりません。いや、絶対ビール。おー、ビール好きなんだね、トントンさん。
飲みすぎは良くないけどね。でも別にお酒は悪いものじゃないので、いい気分になるのはいいことだと思います。僕はね、あんまり飲まないで、飲むとね、次の日がもう、こういう風になれなくなる。あ、体になって海も行きたくないなとか、ちょっと気持ち悪いな。すぐ気持ち悪くなるからな、僕。でもたまに飲みます。あれ？あれ？どこ読んだっけ？小松原京子さん、ありがとうございます。UJ さん、アロハ。曇り雨のサーフィンも迫力があって見ていて楽しいです。夜はぐっすり、睡眠が取れて良いですね。その通りです。これがあるとぐっすり眠れる。もう子供のように、もう根に入っていくのがわかるなみたいな感じになるからね。たけちゃん、UJ さん、アロハ。サップサーフィン、波に乗って、風を切る姿を見て、いつか私もやってみたいと思う今日この頃です。この年からでは無理かな。いつもかっこいい映像をありがとう。マハロ。いやいやいや、年全然関係ないと思います。無理かなーって言った時がもう無理になってしまいますので。ただ時間がかかるからね、初めてその日に乗れるというスキーとかはその日で滑れるじゃない。初めて午前中もう練習して午後からは一人で滑り出せるようになっちゃったとかスキーはあるけど、サーフィン、まあ、漕ぐだけならできるけど波に乗ることにっていうのに関しては一日じゃ乗れないので、ちょっと時間がかかるけど、でもその時間かかる間の工程も楽しいっていう人もいるので、僕はそうだったので乗れなくても楽しかった、海に浸かることが楽しかったのでね、そういう人だったら全然楽しめる。あとね、たけちゃんさん、日本に住んでる方かな。日本に住んでる方だと置くところがね、あれ置き場所、僕も日本に住んでたらあれ買えないよね。日本に住んでた時の、思い出してみると、ああ、日本じゃ置くところないな、あれ、自分の背丈よりも大きいからね。10フィート近くあるから。10フィートというと、シリに聞いてみるね。10フィートって何メートル？ 3.05 メートルになります。3メートルあるんだもん、3メートル。大変だよ。しまうところがないと。カジカヨコさん、UJ さん、爽快ですね。でもお天気が不安定のようですね。少し寒く感じました。すっきりですね。もしや、爆睡してるかな？もちろん爆睡しましたね。いい。昼寝気持ちよかった。吉津12さん、ありがとうございます。バックの天気は今一つですが、安定のサーフィン動画ですね。安定ですね。安定してますね。安定しすぎててね、結構、乗る波、同じなんかスタイルで、同じ格好で、同じところでターンしてみたいなね。同じ動画を何回も載せてるような感じになっちゃってますけど、本人はめちゃくちゃ楽しんでますね。はい。池田さん。やっぱり晴れてなかったら、幾分寒そうに見えますね。すごいスピード感。あ、スピード感。いいですね。あれカメラがいいんですね、多分ね。まあ、サーファーもいいですけどね、それなりに。こんな感じです。ありがとうございます。うわぁ、長くなっちゃったね。でもこれ長くなっちゃってもいいかな。ほら、僕コメント返しをもう、ハートだけにしたからね、こうやって読むのも、僕の喋りの練習になるかもしれないし、いいかなと思って、これやっていこうかなと思います。ハワイは今曇ってます。ただ、これから雨らしいよ。ちょっと待ってよ。雨のね、天気予報はやない。今日、今ね、まだ、朝の8時ぐらいだと思います。今日の4時から 50%、60% ずっと続いて、明日、明後日、しあさって。今日含めると、5日間ずっと雨のマークです。やばい。雨が続きますね。雨季ですからね、ハワイ。ウッキーさんですね、ウッキーさん。ただ、この USJ 劇場は、雨全然関係ない。僕には秘密基地があります。雨風へっちゃらです。アイスコーヒー飲みます。
雨だったらね、外行かなくてもここでナイヤと遊んでれば僕は楽しいですので、そういう作戦で行こうかな。なあナイヤ、いっぱい遊べるからな。ナイヤ、みんなに顔見せようかな。はい、登場です。はい、登場です。みんな今日も笑顔で頑張ろうね。いってらっしゃい。会うよ。またね。肉球です。いい匂いや。